こんにちは、ソクタビの会です、今日はおうちソクタビのんべえ人旅気分のライブ配信です、お申し込みご購入いただいた皆様、それからご購入いただかなくてもご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。あれ、画像が大丈夫ですかね。はい、はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。お家に箱が届いた方はすでにお分かりかと思いますが、今回といいますか、今回もですかね、のんべえ人旅気分の、旅先は肘折温泉山形県でした。もうもはやリピーターの方もいらっしゃったりとか、販売している時点でこれは肘折温泉だろうっていう方でもういらっしゃったので、まあ、もう旅先バレバレなんじゃないかなみたいなところもあったと思うんですけど、今回も肘折温泉をゆっくり楽しんでいただければと思います。で、今日は、食旅側は私海と、竹中の方で進めさせていただきます。じゃあ、竹中さんお願いします。こんにちは、食旅の竹中と申します。どうもようこそ皆さんと一緒に、肘折温泉にお邪魔したいと思っております。はい、今日はですね、今日も前回に引き続き Zoom のウェビナーでの開催になっております。参加の皆さんのお顔や声は出ておりませんので、コメントについてはお寄せくださいませ。チャットはそれぞれの皆さんの画面からご確認いただけるかと思いますが、今私が試しに、押してみます。すべてのパネリストおよび出席者というところは宛先、送信先で選んでいただきますと、皆さん参加している皆さん全員に声が届きますので、ぜひそちらで感想も質問もどんどん寄せてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、で今、ツイッターの方もですね、同時配信をしていますので、そちらの方でご覧の皆さんもぜひコメントの方をお寄せくださいませ。はい、それでは、お待たせしました。今回も肘折温泉の方では、のんべえさん用の箱を用意してくれた金山商店の須藤さんはじめ、ホテ屋さんだとか、はい、お待ちにいただいてますので、まず須藤さんにおつなぎできればと思います。須藤さん、いらっしゃいますでしょうか。須藤さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ、声が、まあ、マイクミュートになってますかね。あ、はい、聞こえます。こんにちは、久しぶりですまたお邪魔しました。金山商店須藤です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、肘折温泉は前回も商店県の要請を受けて自粛中です。入れない状態で、はいはい、というか非常に内側の皆さんがゆっくりしてます普段はきっとゴールデンウィーク中お忙しいのにみんなゴールデンウィークを堪能されてる感じですかね。去年とか10連休だったので、はい、移動の10連休、はい、今年は肘折の中で二度とないであろう10連休をゆっくりして過ごさせてもらって、後ろには赤団子屋さんが、こんにちはこんにちは、お待たせしてます皆さん、前回おっしゃられてましたけど、本当に皆さんが今肘折ので当時スタイルでゆっくり過ごされているような、そんなご状況でしょうか。そうですね、なんかのんびりし始めて飲みにも行けないとなると、なんかみんなおもむろにバーベキューを始めるようで肘折内で結構バーベキューやってる方が多い皆さん近寄らないように気をつけて、風通しのいい屋外でっていうご配慮ですかね。3密を防ぎながら、はい、まあ、各家庭でだいたい
家庭の単位ではやってますけど、あ、この音声組合長がいます。はい、はい、そういったことで今回も前回は金山商店さんの内側の角打ちスペースでから配信していただきましたけど、今回は屋外に。そうですね、ちょっと室内は自粛中ということで屋外で対応してます。はい、早速お酒がたくさん並んでいるのが目に入っております。乾杯します。ちょっとお伺いしたかったのが、はい、今、今回送っていただいた中で花うよは前回いただいたんですけれども、はい、大蔵とキララがあって、キララは焼酎だったんですけれども、はい、大蔵と花うよの違いといいますか、それぞれの特徴はどうなるのでしょうか。乾杯の前にご紹介いただいて、どちらを乾杯にしようか決めようかなと思いました。大蔵の方が吟醸酒になります。はい、特にアルテンと言われるアルコール、醸造アルコールがちょっと入ってまして、なんか最近アルテン嫌いの方多いんですけど、小屋酒造さんって吟醸作りが上手な蔵なので、うん、最後のアルコール添加で化粧するような感じの飲み口をきれいに整えているので、意外とアルテン嫌いの方でも美味しいお酒になってます。こっちは、はい、こっちは純米吟醸で、そのアルテンが、はい、はい、お酒で、これは宮間錦だ、多分お米は書いてないんですけど、はい、おばさんか、すいません、ちょっと倉本さんにも一回確認しますけど、はい、高米を、山形県の多分出羽さんです、出羽半さんっていうお米を、酒米を使った純米吟醸酒です。はい、で、あ、じゃあ普段も割と大蔵の方がカジュアルに飲むお酒っていう。そうでもないですね。旅館さんで冷酒を飲むと大体この2択というか。あ、なるほど。じゃあ、あとはその口当たりだとか、そういったところで選ばれる。わ、ね、はい、かりました。ありがとうございます。でもどうしよう。伺ったところで結局どうしようか迷うだけでしたが、そちらは皆さん何でか。山形山形ビール。じゃあそちら、海鮮の儀が始まりますでしょうか。はい。そうですね、すみません、なんか、ちょっと。なんかデザインが不思議ですね。うん、立派な栓抜きですね。山形芋のです。なんでこんなデザインなんだっていう。今参加の方たちからも肘折に伺って、温泉に浸かりたいっていう声だったり、名古屋さんのファンと見受けする方からのコメントをいただいていたりもしております。じゃあ、お声掛けお願いします。では肘折温泉へようこそ。乾杯。イエーイ。あれ出てきた。いいですね。いいですね。明るい感じに飲み始めるのいいですね。やはりこうふっと現れた。はい、私は饅頭屋の布袋屋の斉藤さじめと申します。今回も美味しいお饅頭ありがとうございました。ありがとうございました。お饅頭
日はなんと、皆さんが非常にガイド協議会会長でございまして、はい、今日はあのホテヤさんと一緒に肘折温泉を探索しようかなと思っております。いいですね、心よい気分で。はいはいはい、団子屋さんはちょっとこの辺を守っていただいて帰ってきたら誰か増えてるんじゃないかなお願いします。何ですか皆さん、ホロ酔いにはまだ足りない感じですか？大丈夫ですか出て、来ていただいて大丈夫でしょうか？ですね、今回お送りいただいたおまんじゅうのパッケージの、何でしょう、これ、店屋さんご自身が消しゴムハンコで作られたって、前回伺って感激したので、今回見ている皆さんにもぜひお伝えしたいと思いました。うん、あ、ありがとうございます。これなんかいろんなバージョンがあるそうです。皆さんの私のも違いましたね。あ、違いました。どちらが届いてますでしょうか。なんかこけしかな。こけしみたいな顔がついてるやつが。はい。はい。ありましたね。すごいですよね、これ。消しゴムあんこで。すごいですよね。手で彫られてますね。すごいと思います。今のところ饅頭だとその2種類だけ。はい、なるほど。どっちかが。聞いてっていうやつで、あの名前と電話番号を入れてやつ。はい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 。お、準備ができたみたいですね。はい。ホテ屋さんと須藤さんで料理温泉のボーリング離れていただければ大丈夫か。はい、大丈夫でしょうか。はい、お願いします。大丈夫です。では料理温泉の街中探索お願いします。はい、団子屋さんに質問ある場合は言っていただけると切り替えていただいてこちらで待っていただきます。はい、分かりました。それですね、団子屋さんの商品はなかなかお送りいただけないということで、団子屋さんで団子屋さんのお団子をいただくためにはやっぱり現地に伺うしかないんですよね。賞味期限のお話もあるのでここに行かないと食べられないっていう有名商品とお伺いしております。はい、団子屋さんぜひ伺って、落ち着いたらぜひ、はい、直接いただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あれ、入ってますか。あ、聞こえます。はい、じゃあでは今日は肘折温泉を一周回りちょっと探索ということで、まずこちら、金山商店前にあるのが、肘折温泉のランドマークタワーである、旧肘折郵便局舎です。はい。こちらの建物は、昭和12年に建てられまして、窓枠をすべて郵便局マークで統一した山形県のモデル郵便局と言われました。はい。若干声がやっぱりくぐもっているような気はしますが、うん、なんとなく。聞き取れます。ゆっくりめでお願いできればと思います。あれですね、肘折郵便局で、角のところに郵便局のおしゃれなマークが入っているところが特徴ですね。なんとなく聞き取れます。ゆっくりめでお願いできればと思います。あれですね、肘折郵便局で、角のところに郵便局のおしゃれなマークが入っているところが特徴。はい、そうです。そうです。聞かれます。ゆっくりめで。ゆっくりめな感じで。はい。あれですね。今日はこの郵便局前で、ファーストクエスチョンを入れようと思います。はい、はい、はい。はい、こちらの肘折郵便局、肘折郵便局から、肘折郵便局ならではの特徴が一つあります。それは、何だと思いますか。
スーパーポケットをお手元にご用意ください。肘折温泉ならではの特徴ですよね。はい、肘折温泉ならではの特徴です。見たら分かる形ですか？見ても分からないです。なんだろう。では、答えていいですか？はい。はい。実はこちらの郵便局はですね、もともと、旅館を改装したものでして、はい。はい。中に郵便局に専用のお風呂があり、温泉です。はい。お風呂がついてるんですか？郵便局なのに。こちらのお風呂とは、旅館側からと、郵便局はそれぞれから別々の入り口があって、はい、郵便局員が冬とかで配達して寒く体が冷えた郵便局員が、これ体を温めて、再び仕事に行くという。そんな郵便局聞いたことないですね。おそらくあんまりないと思います。面白い。では、温泉街の方を進んでいきます。温泉街の方ですか。はい。こちらの肘折温泉は、開湯1200年と言われております。ははは。で、ここにある旅館や商店とかもですね、はい、新しくても100年は下りません。古い旅館とかであれば、もう200年、300年、400年というところも珍しくないです。長い歴史があるんですね。はい。で、特に、肘折温泉の中心街にある温泉、旅館とかはですね、こういった形で、個人の源泉を持っているところが多くあります。あ、これが源泉なんですね。はい、そうです。こちらが大友さんの源泉です。すごい。異様が。肘折温泉の中には源泉がたくさんあるってお伺いしましたが、それぞれ旅館さんでお持ちだったり、いろいろなところから引かれていたり、ブレンドされたりなんですよね。そうです。旅館で持っている源泉を、みんなで使う共同源泉という。共同源泉。今声が途切れました。はい、共同源泉です。共同源泉。もしかしたら、はい、須藤さんのマイクの方が聞き取りやすいかもしれないですね。お手屋さんのマイク切っていただいた方が聞きやすいかもしれないです。切って、で、須藤さんのカメラのヘッドホンにして、テヤさん聞こえますか？はい、聞こえます。あ、クリアです。クリアですね。あ、これでいけるんですね。はい。今日はこれで大丈夫みたいです。その方がちゃんと聞こえます。あ、そうなんですね。よかったです。あ、そしてどんどん。手掘り穴の湯といって、洞窟を50メートルぐらい行った先に温泉の浴槽がある。変わった風呂がある。パンフレットで穴湯の写真もあったと思いますが、はい、氷の穴湯の温泉で50メートルぐらい進むって今おっしゃいましたか？はい、そうです。50メートル、はい、50メートルぐらい、簡単に手掘りの穴の温泉で洞窟50メートルぐらい進むって皆さんにとっては普通のことかもしれませんが、なかなか興味深いお話ですね。時々中にコウモリがいたりするので、すごい。本当に手掘りで掘って、手掘りというか人間が掘って進んで、その奥に今、温泉がある。で、そこに入ることができるっていうことなんですね。完全に手掘り。完全に手掘り。手掘りです。すごい。はい。
見てる皆さん意味がわからないと思いますが、現地に行ってぜひご自身の目でお確かめください。でここはですね、今はちょっとまだやってないんですけど、春から山菜の時期から秋のキノコの時期まで秋の鮮明物の朝日が広がっています。そうですね、やっぱりもうちょっと離れると聞こえないですね。そうですそうです。でも今朝市が、朝市の説明いただけましたか。はい、はい、そうです。今回箱に入れていただいたお米とか、はいはいはい、肘折の朝市はですね、いわゆる観光的な朝市とちょっと違いまして、はい、朝5時半から始まって、はい、7時過ぎくらいには終わって早い。朝の5時から始まって7時には終了してしまう、はい、そうです。あと5時半くらいからですね。早いですね。昔はあれですもんね、早すぎて4時半とかにやって、真っ暗な時からやってました。はい、宿の方にうるさすぎるからちょっと遅らせてくれって怒られた話がありますもともとでも、泊まりにいらした当地客の方たちに向けての朝一だったんですよね。そうです。当時のお客様はここで山菜とか食材を買って、で自分の部屋に持ち帰って、で自分の部屋で自炊をするという、それは非常に旺盛な当時スタイル。当時をする、だから旅館にお泊まりに行くっていうよりも非常に温泉に行ってゆっくり生活をするみたいな、はいはい、そうです。自分の部屋がまた別荘というか、まあ、自分の自宅にいるみたいな感じなんですよ。なるほど。今回送っていただいたコゴミもとても柔らかくて美味しくいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれも、はい、朝市に出てらっしゃる長男きみこさんという方が、はい、取ってくださった、はい、ほごみです。じゃばら大根も、そうですね、はいはい、長男きみこさんの作です、はい、ありがとうございます。きみこさんありがとうございます。ほごみ美味しかったですって出てます。美味しかったです。ありがとうございます。よかったです。今私もう残り少しですけど、お、なんだろう、ちょっとだけ用意したものと、先日送っていただいたわさび漬けとクリームチーズとマヨネーズと一緒に、あ、今のんべいの配信だからって思って用意してここで頑張っております。その組み合わせいいですね。教えていただいた素敵な、お酒に合う、はい、今こちら の朝市の会場となるところで、2つ目のセカンドクエスチョン、お、セカンドクエスチョン、はい、あ、セカンドクエスチョン、はい、肘折温泉ではずっとこの山菜料理、そういったものが名物として言われてきましたけれども、今から約110年くらい前、はいはい、明治時代の終わりから、ね、肘折温泉でずっと、お客様に提供されてきた、まあ、名物料理、ほうほう、名物が、それは次の3つのうちどれでしょう。はい、今から約100年前にから提供されている肘折温泉の名物料理ですね。はい、で今から3択、はい、はい、ではまず1位、はい、1位、中華料理。中華料理、お、はい。2位、新鮮な海の幸の刺身。新鮮な海の幸の刺身、はい、はい、3、馬肉料理。馬肉料理、はい、中華料理は、中華料理は多分ないかなって思うんですよね。はい、皆さんコメントいかがですか。やっぱり魚もなさそうですけど、うん、馬肉、あえて刺身。馬肉と思わせておきながら、あえての刺身。刺身で。完全に私、山菜かなと。こけし。スーパーこけし君。はい。
はい、じゃあ答え言わせ。そうですね、大体あのツイッターの方だとかも合わせて中華料理という声答えは一向もないですね。がない。ない。お刺身、はい、ね、意外とお刺身が多いです。意外とお刺身が多い。はい、答えはですね、はい。はい、2番です。新鮮な海の幸。ここは山の幸、海の幸、両方がもともと名物で。ただその110年前ってなると、ね、交通のインフラは全く整ってないわけです。肘折温泉に初めて車が来たのも今から100年ちょっと前なので、その当時は肘折温泉にはもう途中まで車で来て、あと山を歩いてくる。はい、その状況でも、肘折温泉では、海の幸を仕入れていたんですね。はいはいはい。どういう皆さんの努力で、はい、それが、はい、これもクエスチョンしようかと迷ったんですけども。はい。はい、難しすぎる気がします。はい。その当時はですね、今はない、逆にないんですけど、はい。山を越えたロープウェイが、ありまして、はいはい、そのロープウェイで毎日魚とか物資を非常に空輸してたんですね。へー。今はもう何でしょう、陸路が発達してしまったからロープウェイはなくなってしまったんですか？そのロープウェイがですね、もともとの使い道は非常温泉の近くにある金山。はいはい、金山。そう、肘折金山、まあ、後に大倉鉱山と名前が変わるんですが、その鉱山の鉱石を運んでいたんです。で、その行った帰りが空の樽で帰ってくるので、まあ、それをちょっと肘折の人が利用して、中に物資を積んで、ね、なるほど。その川沿いの、海沿いの町に、はい、先だったんです。絡みで行き来はしないという工夫から。なるほど。クエスチョン正解したらスーパーこけし君欲しいという声もいただいております。割と何個かいただいております。スーパーこけし君が欲しいと。団子、蕎麦屋さんです。あ、こちらに見える、手紙に見える建物ですね。黄色い壁の建物ですかね。そうですね、はい、今回送らせていただいた、はい、寿そば屋さん、はい、はい、の座布団もメニューで出されているという。そうですね、寿屋さんですね。はい、次、縁側から川眺めながらそばを食べれるので。はい、これがですね、まだ今回送っていただいた春頃のお写真ですかね。寿屋さん、そばの向こうに見える画像が映っております。スーパーコケシ君、ごめんなさい、戻っちゃいます。あ、もうちょっと近いと伺っていいですか？はい、こちらの川は肘折温泉の中心を流れております銅山川という。銅山川の中心を流れる銅山川。はいはい、古くはカラス川といいまして、肘折温泉の開湯伝説において、まあ、海藻が道に迷ったと見つけて、上から布が流れてきた。上から布が流れてきた。そうです。道に迷った元王、その海藻の方が、その人に助けを求めようと、その布の来たところ、誰か変革してたんでしょうか。はいはい、ああ、なるほど。はい、道に迷った。地上流線にたどり着いたんです。はい。言われています。道に迷って、スーパーコケシが来ましたね。なんかチラチラ見えてるんですけど。あれあれ今回、何仕込まれてるんですか。ちょっとこれは私も知らなかったです。何ですかこれ。でかっ。でかいですね、このコケシ。肘折コケシ。よくいるんですか。よく、
下駄も履いてるようなので、そうですね。工事中のこけしさんですかね。そうですね。これコメントは何かいただけるんですか、ね、こんにちは。喋らないですね。あ、こんにちは。喋らない。喋れないみたいですね。あ、通りすがりだったんですね。あ、通りすがりのこけしさん。そんな よくいる。いや、よくいます。よくいます。いるんですね。須藤さん、本当ですか？それは本当の。あの、まあ、なんか、たまに定期的に見るこけしさんですけど。はい、そうなんですね。いや、びっくりしますね。初めてちょっと出会ったら。はい、よかった、見といて。まあ、あとは触れずに進んでいいんですかね。あ、確かに今コメントでも非常にご存知の方からよく見るよとはコメントいただいてます。あ、なるほど。あの、夜市で歩いてたりもする。なるほど。割と川を見ているとこういう形で、良いコースが。ホース。ホース。はい。ホースありますね。はい。はいはいはい。川の向こうから山水を、湧き水をこちらに運んでいます。川の向こうから湧き水を運んでいる。はい、そうです。昔から非常に温泉の、まあ、飲料水として使われておりまして、今だとちょっと消毒がされてないので、はい、飲料水にはちょっと適さないということで、はい、うん、まあ、各その山を引いてる家庭のトイレの水とか、あとは、小説に使ったりとか。はいはいはい。今も使われてるんですね。桜咲いてるってコメントついてますけど、桜ですか？割と日々加減なんですけど。そうですね。今年はゆっくり桜が見れました。まだ桜があるんですね。ようやく非常理にも春が訪れてきた頃という時期でしょうか？いつもだったら今頃割と咲いてるんですけど、今年はやっぱり雪がちょっと少なくて暖かかったのもあって、うんうん、ちょっと散るのも早めだったような気がします。なるほど。例年だとゴールデンウィークに訪れると割と桜の時期と被るけど、ね、今年は暖冬だったので今も散り始め、散り加減というか散っているっていう感じなんですね。はい。この銅山川も、雪解けの時期はこういうササニゴリっていう色なんですけど、ササニゴリ緑色なんです。はい、あ、ササ緑色だからササ色っていうことですかね。ササニゴリ。緑色の綺麗な色になってます。うん、春ならではの光景ですね。真ん中、あ、こっちを行っちゃう。はい、肘折温泉の旧市街、まあ、行ってみれば旧市街ですね。旧市街、はい、はい、古昔からある人が住んでるところ、はい、そこの特徴の一つにですね、道が3つあるんです。3つ、先ほど、はい、金山商店さんとか旅館があった表通り、あと今通ってきた川沿いの道、はい、そしてもう一つはこの真ん中を通っている中通り、はい、中通り、はい、ここの中通りは、まあ、肘折温泉のお客様用というか住民用の、はい、往来するところでして、あまり肘折温泉に来たときにお客様はここを通らないんですけども、はい、
はい、割とこういったガーデニングとか趣味のガーデニングをしてらっしゃる方がいらっしゃいますね。おー、本当ですね。裏道ですね。裏道に花園があるとは。素敵な路地散歩ですね。はい。細い道が多いです、非常には。今コメントでも、それにしても誰もいないっていう言葉をいただいてますが、やっぱり普段のゴールデンウィークだと もうちょっとというか、お客様いらっしゃるし、住民の方たちもとすれ違ったりとかもなさるんでしょうね。そうですね、今の時期は、非常には結構浴衣で皆さん歩かれるので、浴衣と下駄で歩くので、いいですね、下駄の音がすごい。この時期は響き渡るんですけど、いいですね、本当に静かですね。確かに本当に浴衣で下駄でこのようなお散歩をしたい街です。そうですね、ちょうど、これもそうですね、桜です。はい、おー、はい、きれい。今の時間だとちょっともうないんですけど、はい、ここら辺の川沿いの日当たりのいいところがあります、はい、日当たりのいい場所、はい、10キロくらいの日中に来ると、赤こごみとゼンマイを干してある。あの山菜のゼンマイですか？そうです。ゼンマイ、今の時期取ったものをここに並べて、加工用にというか保存、はい、保存用に並んでるんですね。へえ。あ、なんでしょう、今ちょっと声が聞こえませんでしたが、特徴的な岩が見えます。川の真ん中にある大きな石なんですけども、はい。はい、あちらの端っこにちょっと比較的、角がついているところが見えますか？ちょっとくぼんでるところですか？そうです、ちょっとくぼんでて、右上のところですね。はい、わかるような気がします。あれもお風呂だと。え、お風呂対岸に見える、まあ、画像もちょっと途切れてしまいましたが、想像しない答えが返ってきました、はい、これもスーパーひとしくん並みのクイズでよかったかひとしくんじゃなかった、スーパーこけし並みのクイズでよかったかもしれません。質問どう入るんですかっていう、どう入るもう今はもう入れない。今は入れない。今は入れない。やってた旅館がもうなくなった。どうやって入るかっていうと、無理やり入る。ここにあれば、水風呂もあるみたいな話ですね。温泉も。温泉が出る。あ、ダムですか？はい。おお、見えます見えます。あちらは肘折温泉の砂防ダム。はははは。肘折ダムと言います。はいはい、はい。県の有形文化財に指定されておりまして、はい、昭和の20年代に鉄筆で作られたダム。昭和20年に 何で作られた？泉です。石を手で運んで、一個ずつ手を。泉、はい、手で積んだんですね。なるほど。へぇ。すごい。あ、今、水量多いっていうコメントいただいてますが、やっぱり雪解けの時期だからですかね。そうですね、雪解けの時期なので、かなり水量が多いです。うんうん。
ぱりそうですね、いくら例年に比べて雪が少ないとはいえ、今の時期は雪解けの時期ですもんね。はい、これはもしかしたら私の携帯のバッテリーが落ちる可能性が出てきました。そうしました。団子屋さんにつないでもらって切れたらそうします。はい、でお二人には走って帰っていただいて。そうですね、はい、私の携帯のズームで、あ、それもいけるの。確かに団子屋さんは今こちらで見る限りそうとも知らずのんびりをご覧になっているのではないでしょうか。聞こえてますか？急に振られて、すっかり飲んじゃってますね。でもまだ大丈夫そうです。はい、まだ大丈夫そうです、ね、はい、はい、もう一度あの表通りに戻ってまいります。表通り、表通り、表通りに旅館だとか、あの店だったりが並んでいるっていうことですかね。そうですね、はい、こちらは伝蔵さん、はい、こちら旅館伝蔵さん、伝蔵さん、こちらの初代柿崎伝蔵さんが肘折温泉にこけしをもたらした。肘折温泉にこけしをもたらした、ほう、あの生地の技術を修行で習ってきて、あ、肘折温泉にそれを持って帰ってきて、あの先ほどから、はい、やっぱりと、あ、登場しているこけしさんも いるように、肘折ならではのこけしがいるっていうことなんですよね。はい、はい、そうです。うん、伝統こけしの系統の一つなんです、肘折は。うん、伝統こけしっていうのに、あの全国でも、まあ東北ですけど11種類あるんです。はいはいはい、そのうちの一つが肘折こけしといいます。うーん、はい、ではこの温泉街でラストクエスチョンを。お、ラストクエスチョン、え、これがもうラストクエスチョンですか？ラストクエスチョンです。はいはい、あそこのカメアルカルさんの屋根の上にちょっとお堂が見えますね。あ、少しだけ見えますかね。はい、亀屋温泉さんの、あのオレンジ色というかの建物の左側に少し。左側に、そうです。はい、まあ、画面の中央です。はい。うん、はい、あちらはですね、肘折温泉の、まあ、メインの守り神というか。メインの守り神様がいらっしゃる。はい、そうです。で、そこに、祀られている、祀られているというかな。じゃあ、まあ、あれは何でしょうということですね。三択で。三択、はい。はい。まず一番目がですね、あの、肘折温泉湯治場なので、はい、あの、怪我とか、まあ、そういうのが良くなるように、薬師如来を祀った薬師寺。はい、うん、1位が、怪我や病気が治るように祀られた薬師如来。はい。はい。二番目が、あの、少なき子の御こと。日本神道ですね。うんうん。祀った温泉神社。はい。温泉神社ってことですね。温泉神社。はい。で、三つ目が、せっかくだから両方とも祀った薬師神社。それは3じゃないですか。3じゃないかな。やっぱあのコメントでも3っていう声とあと矢口さん、矢口さんっていう声も上がってますが、矢口さん地元民が分かってますかね。やっぱ3という回答っぽいですよね。ばかりですね。はい、はい、正解はですね、簡単です。薬師神社です。皆さん正解でーす。ありがとうございます。あのよく薬師様って仏教だけどなんで神社なのっていうふうに聞かれるんですけども、はい、薬師様が仏教でそれが神社と一緒になっている、
そうですね。もともとの歴史で言うと、明治時代にですね、はい。まぁ、ちょっと、まぁ、辛い歴史であるんですけど、廃物希釈という、はい。はい。ことが起こりました。はい。明治時代の廃物希釈によってですね。はい。はい。まあ、それによって、全国のお寺とか、まあ、仏教関係の寺社が破壊されたんですね。はい。で、非常に温泉にも、もともとここには観音堂とかがあって、はい。それはもう破壊されてしまったんです。観音堂も破壊されてしまった。はい。ただ、そこで祀っていた薬師如来。はい。はい。そちらを壊されないように、非常に温泉の住民たちで、ここは神社だと言い張って。うんうんうん。で、なるほど。この薬師神社という名前にして、残すことができたという。うんうん、なるほど。そういう、歴史がずっと、はい。皆さんで大事にされてきて、守られてきて、薬師神社という、今につながっているわけですね。はい、うんうん。風呂に入るんですか、仕事の人って。風呂の時間、あ、はい、前回聞いて驚いたのが、皆さん、公共のお風呂があるから、自宅にお風呂がある方の方が少ないっていうお話を聞いて驚きましたが、皆さん、やっぱこういった形で、夕方になってくると、もうそろそろお風呂の時間だなっていうことで、お風呂にお出かけされてるんですね。はい、そうです。そうですね。でここが肘折温泉の解凍で引き入れてきた説。肘折温泉の解凍伝説。はい。はい。肘が、これからどこが治ったっていう。両肘。両肘が折れたけど、入ったら治ったという、はい、そもそもの、もともとの由緒あるところがこちらの神の湯さん。神の湯ですね。なるほど。今回の表紙の温泉が神の湯です、はい。あ、これが神の湯さんの中のこちらですね。こちらは公共温泉だし、観光というかで訪れた私たちも入ることができる温泉なんですよね。はい、そうです。はい。行ってみたいですね。万歳に人がいる時間帯ですね。お客様が入っていただける。はあ。いない時間帯というのもあるということですか。そうです。その時間帯は、地元民専用というか、ファン専用。あ、メインは地元の方たちのための温泉。はい。地元のための時間と、お客様用の時間と。ああ、そうなんですか。はい。へえ。ここに入りに皆さん下駄でよく、旅館から入ってこられたりするので、一応、旅館にお泊まりいただければ、ここは無料で入る。なるほど。なるほど。まあ、はい、コメントで400円っていうコメントいただいてます。そうです。旅館に泊まれば、それが。日帰りの場合は300円。300円。日帰りは300円。そうですね。現在は、5月10日までは、現在クローズ中というか、地元民専用となっております。はい、地元の方たち、クローズされてしまったら、お風呂入れなくなっちゃいますもんね。そうですね。はい。皆さんで気をつけて。銭湯みたいに、はい。はい。入れるっちゃ入れる。地元だけは入れます。はい。なるほど。無料券が旅館に置いてあるよ。なるほど。わかりました。泊まった時には、それを活用して入りたいと思います。多分、男湯に誰が入ってるっぽいので、誰もいなかったら入ってみようかなと思ったんですけど、今日はちょっと。今ちょっとね。はい。はい、そして、戻って、あ、戻ってまいりました。一周してきました。はい、気がつけば、私どこかで解凍伝説の話しなきゃなと思ってたんですけど、はい、次第は分かってきちゃいました。今ちらっと伺った両肘折れた方が入ったことで始まった肘折温泉、はい、ということでバッテリーもなんとか持ちました。ただいま戻りました。
疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はじめまして。ストーンさんのお父様でいらっしゃいますでしょうか。はい、亀山証券社長で。あ、はい、もうお世話になっております。ありがとうございます。今回もお邪魔しております。みんなで美味しくいつも、酒も、料理の食材もいただいております。PR、PR、アピールか、アピール、アピール。いただいてます。料理をあげてみましょうか。はい。いただいてます。Twitter のコメントであったんですけれども、神の湯って地元の方の時間だけ温度が高くなるみたいなお話ってあるんですか？高くはならないですけど、はい、本当に今暑いのが好き。そうですね。昔はもっと暑かったんですか。の頃とかは本当に暑くて、で、水を入れると怒られるっていう。水を入れると怒られる。毎日朝晩入ってます。朝晩入っている。部屋には源泉があって、部屋には湯森、ホテ屋さんは源泉持ってってことですか？ホテ屋さんのご自宅に、自宅に源泉のお風呂があるということですか？北銀線はもう100年ちょっと前に亡くなっちゃったんですけど、はい、温泉は今でも効いてるので、自宅の風呂は温泉です。へぇー、北銀線は100年前に亡くなってしまったけど、自宅の風呂は温泉だ。へぇー、自宅の風呂は温泉だ。羨ましい限りですね。夜に来てください。伺います、必ず。先ほどの神の湯さんにはコップが置いてあるそうですが、飲む用なのか、それともお地蔵さんにかけるようなのか教えてくださいというコメントありますが、コップがあるんですか？お地蔵さんにかける用かもしれません。飲んでいいとは多分言い切れないんですけど。なるほど。飲用として置いてはないので、じゃあ、お地蔵さんにかけるよう。お地蔵さんにかけるように って言った方がいいと思う。わかります。お地蔵さんに。そして、普通に話してますが、亀の湯さんの中にはお地蔵さんが いるんですね。このパンフレットの、このこちらのお地蔵さんのことでしょうか？そうです。なるほど。そのお地蔵さんです。あ、確かにコップありますね。写真にも写ってました。はい。ちょっと神の湯の源泉はですね、ちょっと肘折温泉の中の源泉の中でもちょっとぬるい源泉が一本入ってまして、はい。温度だとちょっとまだ中に雑菌がいる可能性が、うん、ちょっとそこは陰線にはちょっと向かないですね。なるほど。あ、皆さんコップもするものであれば、温度が80度とかで出てるところが多いので、そこは雑菌は一切入らないから。うん、なるほど。お友屋さんの源泉、先ほどあったところ、はい、あそこは陰性できます。うんうんうん。はい。神の湯でみんなコップを見かけても、それで飲んだりはせず、お地蔵さんにおかけするということでいきましょう。はい。はい。自分の痛いところに、あ、お地蔵さんにかける。うんうん。肘が折れてたら肘にかける、そういうことですね。朝晩早いと、普段言えますよ。あ、
怪我をされた方とかペットボトルで持って帰られる方もいらっしゃるってコメントにありますが、ペットボトルで持って帰る方いますね。じゃあ持ち帰って自宅でも肘にかけるっていうことですね。やけどとかによく効くので、した方がお湯汲みに来たりとかよくしてます。効能豊かですね。はい。で、あ、そうか、今回、箱に詰めていただいたのは、神の湯、発音がおかしいの、神の湯の温泉をイメージした温泉の素を入れていただいて、成分分析した数値をその通りに作っていただいた。なるほど。効能があると思います。効能が神の湯のイメージ、うん、はい。やけどに効くと。今私は残念ながらちょっとやけどをしていないので試せませんが、でも温泉は気持ちよかったです。うちはこの時期によくいらっしゃる常連さんとかは、はい、1日7回ぐらい入る方とか。7回、あんまり数は入らない方がいいよ話です。3回ぐらいに収めるのがちょうどいいです。やっぱり効能的に強いからたくさん入りすぎるよりも3回ぐらいが普通はいいのではないかということですかね。1週間の考えで登場されるので、はい。3日、さよなら、またありがとうございます。3日間、疲れが一番出るんです。3日目ぐらいに。ほう。なので、あとは体の痛悪いところが痛いところ、節々が、もう痛みが出るのが3日目で、そこから徐々に回復していくような感じ。通りに杖をついてきた人が、最初に3日間くらいお風呂に入っていると、その3日目くらいにもう完全に歩けなくなる。足が痛い。岩谷というか。岩谷とは違う。また違うんですか。岩谷ではない。体のその悪いところの痛みが、基本的な解釈では痛みや悪いところが声出てくるんですね。なんか言ってしまえば毒出しというかデトックスというかそういうイメージですかね。まあ這いずりながらでもまたお風呂に入り続けていると1週間くらいで、まあ、痛みがどんどんなくなっていって、うんうん、最終的にはその1週間経ったら杖を忘れて帰る。なるほど。1週間のスパンで訪れて3日目に一番山場を迎えだんだん回復し最後には杖なしで帰れるほどにっていうのが基本的なベーシックな当時の流れなんですね。一応の当時は7日一回りって言いまして、7日間で、まあ、体の、まあ、それが一日中するっていう。なるほど、うん、なるほど。コメントで湯の花売ってるんですかって朝一で売ってる方がいたかもみたいな、湯の花はですね、非常用のやつは特にちょっと用途鉄分がちょっと多くて、うんうんうん、いわゆる普通のユニットバッグとかに使うとかなりダラダラするんです。湯の花、はい。で、湯がついてると、それで追い出してると、一発で壊れるので。なるほど。じゃあ、売ってはいても、ちゃんと、なんだろう、それに耐えられるようなお風呂でなければ使うのは厳しい。なので、全く売ってないわけじゃないんですけど、はい、あまりおすすめはしないですね。なるほど。の中に、うんうんうん、
成分を元に作った入浴剤が入っている。こちらを食べる。クロガマ的にはやっぱり湯の花はあんまり良くないみたいで、それでも入浴剤欲しい、ね、湯の花欲しいって方は多いんですけど、最近は入浴剤をお勧めしてます。わかりました。安全に入浴剤を使います。はい、使います。寂しいですけど、そろそろ時間になってまいりまして。ありがとうございました。ますます肘折温泉に行きたくなりましたね。本当ですね。今日あれですね、皆さんコメントでもいただいてましたけど、お酒だけで当てなしで1時間過ごしていただいたんですね。はい、基本旅館さんでお腹いっぱい食べた後のイメージなので。あ、なるほど。そっか、前回も伺いましたが、観光客だとか湯治客の皆さんは旅館でもう早い5時とか6時から夕飯を食べ始め、はい、終わった後にふらりと金山商店各打ちスペースを訪れる。うん、そうです。皆さんも、そしてお仕事終わった後にふらりと立ち寄る。なので時間はバラバラですけど、なんか全体的に時間早いって思ってもらう、常にサマータイム、サマータイム、サマータイム制、肘折はサマータイム制を投入している。冬でもサマータイム、はい、朝一、これからもそこで、そうですね。まあちょっと朝一5時からスタートですからね。早いですね。この、朝一並んでる側の商店さんとかは、寝坊すると、なんか体痛いふりしてシャッター開けてごまかす。なんか寝坊した。それいい手ですね。今日はちょっと調子が悪かったんだ。なるほど。ありがとうございます。はい、また。あ、そっか、今無理かな、最後にもしよろしければ店内の様子もちらっと見せていただくことを。消してまして、全然。なるほど、なかなか映りにくいのかな、見えないのか、それは残念。店内の動画をご覧いただければ、ね、店内にじっくり見れると思います。はい、今回こけしさんもありがとうございます。全問正解の方にはなんかもらえるんですか、スーパーこけし君は。確かにこけし、あ、店内少し、あ、映していた、無理を言って映していただきましたが、こんな形で、あ、全然見えますよ。はい、今は営業なさってないということで電気落とされてますが、金山商店さん素敵なお店で、商品もたくさん売っており、そしてこの一角、各打ちスペースで、なんと、テラス席もある。はい、テラス席。ありがとうございます。はい、じゃあ、最後にメッセージを視聴していただいている方にお願いしてもよろしいでしょうか。本来なら、これから肘折は山菜が。おー、そうですよね。山菜の食祭り。パンフレットは作ってるんですが、はい、今回箱に入れていただいた、はい、はい、コゴミ以外にもたくさんの山菜、さっきゼンマイとかもお話に出てましたが、そういったものだとかがどんどん出てくる食の祭りということですよね。旅館さんの料理が本当に美味しいんです。なんか YouTube でも上げたんですけど、六助さん、神さんの映像とか、はい、今回、こごみの料理動画と蛇腹大根のお料理のところでご協力いただいて、はい、はい、なんかこう、言い方あれですけど、本当に全部手で作ってる、手間暇かかった料理が、当時の料金で泊まれるっていう。うん、はい、本当に今回、
ここにいただいた方が見れるような動画でお料理作ってくださったような形で、旅館のおかみさんがお料理をして、そうですね、今は提供している。昔は自炊スタイルだったけど、今は自炊スタイルではなくて、おかみさんが作って出してくださってるっていう感じなんですか？当時プランっていうのであっても、はい、ご飯、味噌汁一品ぐらいはついてるので、うんうんうん、それもなんというか全部手の込んだ料理で美味しいです。はい、なので本当はぜひ、ね、来て泊まって味わっていただきたいなっていうのはあるんですけど、なかなか今月いっぱい静かな感じかなとは思います。うん、そうですね。 こちら自体はまだ中止は決まってはいないんですか？中止、特別ガイダンスはしてないんですけど、今旅館さんが肘折りは皆さん山に入る人が多いので、はい、落ち着いたら山菜を出せるようにって今みんなで、旅館さんの方特に山に入って、うんうん、じゃあその時に備えてですね、この近々の5月中だとかは訪れることは、延長自粛も延長されてしまいましたし、難しいかもしれませんが、そのため皆さんが訪れられる、私たちがお伺いできる頃までに備えて山に入ってくださっている、山菜が私たちを待っている、保存も大事なので、なんか夏でも山菜食べれると思う。はい、確かに、はい、当時プランだとかでも地元のものが食べられておすすめですっていうコメントもいただいたり、山菜ぜひ食べたいという声いただいてます。私もです。そして後ろの2人も後ろを一生懸命盛り上げてくださってありがとうという声をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ寂しいですが、またきっと会えると思ってますのでまた一緒に飲みましょう、はい、前回に続きまた今回もお会いしているので、会ったことがない感覚がちょっとなくなってきておりますがありがとうございました。はい、お邪魔します。乾杯。乾杯。そうだった、乾杯いやいいですね、非常に温泉前回とはまた違って今回はお散歩プラン、前回はお蕎麦の茹で方だったり座布団の食べ方がありましたが、はい、今回は本当に何だろう、前回よりも広い範囲の肘折温泉内を歩いていただいてゆっくりした気持ちになりましたね。ありましたね。はい、お散歩気分でした。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、2つ、事務局の方からお知らせです。1つが、今ですね、おうち食旅でハッシュタグをつけていただいて、ツイッターかインスタグラムに投稿していただけると、おうち食旅1名様プレゼントのキャンペーンをやっておりますので、ぜひご購入いただいてない方でも、この動画をご視聴いただいた方、ご感想いただければありがたいと思っています。そしてですね、次の、おうち食旅の販売なんですけれども、実はですね、5時間ほど前ですかね、にも実は販売、しておりまして、なんと、今ご覧いただいた肘折温泉も、このプランの中にあるかもしれないのでまあよくご覧読んでいただけたらちょっとわかるかなというところあるんですけど、今回も大人気ののんべい秘湯旅気分はプランに含まれておりますので、はい、のんべいの皆さんぜひチェックいただければと思います。はい、じゃあ、また、明日もですね、ある旅先から、配信を予定をしておりますので、そちらもぜひ楽しんでいただければと思います。じゃあ本日はご視聴いただきまして嬉しいですね。母の日に送るっていう素敵なコメントもいただいて、はいはい、また素敵な企画、嬉しいお声もいただいてますが、こちらこそ皆さんに素敵にしていただいてるサービスなので、はい、また次回のお届けは、16日前後のお届けを予定していて、販売自体は来週の月曜日11日まで販売しております。ただ、どんどん
非常日ではなく、のんべい人旅気分は人気のプランとなっておりますので、お早めの申し込みおすすめです。じゃあありがとうございました。また会いましょう。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、映ってる。